結構終盤でまあミスが出てしまう将棋が多かったので、まあ結果もまあやむを得ないかなと思っています。藤井聡太八冠は叡王戦五番勝負の最終局で同学年の伊藤匠七段に敗れ、8つのタイトルのうち1つを失いました。地元愛知県瀬戸市では残念の一言ではありますけど、まあもう最後の最後までもう頑張ってくれたんで、これからは藤井さんと伊藤さんの二強の時代が来ると思います。それもまたすごく面白いと思いますよ。敗れた藤井八冠の次の対局は来月1日に名古屋で行われる棋聖戦第3局です。